ははいこんにちはえそれでは、えーと、上場桜学校第5回、まあ,あの,の性質ということの後半です。で、えー、と実は、えー、大人編というか、ちょっと発展編ということで、円の後半やるんですけど、えー、ちょっといろいろ私あの、まあ、例えば、まあ、そうですね、こっちにもう、こっちに移しましょうか。 例えばこういう本を書いてて、まあ、円に関わる話だったら、あのーまあ、たくさんあるんですね、たくさんあります。で、どこを切り出して、えー、後半編話そうかとなると、非常にたくさんあって、えー、ちょっとその整理もできてないので、まあ、本当に簡単に、今日は後半編、簡単にだけ話すことにいたします。また機会があればお話ししましょう。で、 ちょっとさっき言い忘れた話がありますので、えっと、ちょっと先ほど 30°60°90° の三角形と 45°45°90° つまり直角に等辺三角形のその斜辺の部分を合わせて、えー、ここを直径とみなす円が描けるという話をした時にもう一つ重要な話を言うのを忘れました。でそれは何かとというとさっき この直角三角形の直角がこう、えー、お互いその反対側の対角になっているということなんですけどこう直角と直角が対角になっているとあのここを通ることができるということばかり強調したんですがもう一つ重要な点がありましてこっち側の対角も実はある特徴があるんですねちょっと考えてみましょうここ30度ですね30度と45度を足すといくつでしょうか75度です でこっち60度ですねで60度と45度を足すと105度ですこっち坂全体105度ですでこっち75度ですでそうすると何になるかというと、えー、こちらも105度と75度を足すと180度ですねつまり円に内接する四角形においては、えー、対面する角対面する角が 対角というんですが、足すと180度になるようになってるんですね。ここも180度になるようになってます。で、これは実は、前半で言った話で確認できますよ。えっと、例えば、えっと、これで、先ほどと同じ形で確認してみましょうか。えっと、ここが、 120度だとしますね。ここ,こ,このコが、120度のコがあるとすると。で、そうすると、それに対する、えっと、円周角は、えー、120度ですから、90度ですね。あ、120度ですから、ごめんなさい、60度ですね。これ、円周角、60度になっているはずです。 60度になってますそうした時に円に内接する四角形だとすると、えーまあ、ここに何らかの四角形が描けていてその円に内接する四角形だとすると反対側の対角を、まあ、こう円が描けたとして対角の方の、まあえー、この中心角に相当するものですね、えー、はこの角度になるんです。 そそうそう,そうこの角度に対する円周角ですからこ,こうですこ。こうですね。こうです。でまあ、つまりこ,この角度に対する円周角はこ,これの半分になるんです。でこれの半分がこれ。でこれの半分がこれになります。でこれ 2, 2つ。 こうぐるっと足すと360度ですので,で,すので四角形のこう内接する四角形のこっち側とこっち側はその360度の半分ずつになるので、まあ、180度ということになるわけです。はいそれでは、えー、続いてえっ、ー、とおとといやりました三角比の話を応用しながらあの少し話を進めていきたいと思います。 一昨日三角比の話をいたしましたねで。で、私の本の中にも書いてあるんですが、えっと、もう一回確認をしておきますと、私の本の中から引用しましょう。えっと、一昨と,とやりました、あの三角比、後半にやりました三角比は、 えー、サイン、コサイン、タンジェント、まあ、特にサインとコサインについては、もう一回確認しておきますと、えーまあ、30度計のほうがいいかな。はい、30度計の,、まあの考え方はこの、単位円という考え方の中では、ここが出発点の軸になります。でここから半時計回回りに回転した角度を そのコーサイン、サインの角度というふうにみなす。で、その時の x の値、例えば60度だったらこの値が、えー、半径1の円におけるこの値がこの値いうのはこれですね。この値がコーサインだとみなすと。で、えっとさ。 サインはこの y 軸方向の値ですねこれ2分のルート3となるというような話をしました。でそれを拡張していって、えー、ぐるぐる回転した時に、あのー、ここがまあ100例えばここ90度超えて120度ですねで120度の時のコーサインの値はマイナスの世界に入ってマイナス2分の1とみなすんですね。 そして、こっちは2分のルート3ということになりまして、120度の角度に対しても、コーサイン、サインが定義されてくるというふうになってくると、実は、そのコーサイン、サインのえと値を使うと、ああ高校において、正弦定理、予言定理というのが出てくるんです。で、この正弦定理、予言定理をそれぞれ完全にやってると、 まあそれだけで1時間かかりますので、えー、っと私が今日言いたいのは正弦定理、余弦定理という高校で,高校で学ぶこの交差、まあ、コサイ,ンサインを使った三角形に関わる、えー、公式の内容が実は中学でやった先ほどやった円周角の定理によって証明ができるというそこを感じていただきたいんですね。中学でやった、まあ、あるいは 今日の内容だったら小学生でも理解できる円周角の定理を使いながら、えー、高校の数,の数学の制限定理、予言定理が説明できるということです。で、えー、っとまた機会があればご説明しっかりご説明したいと思うんですが制限定理、予言定理名前が聞いたことが、まあ、名前中学生の皆さん初めてだと思うんですけど大人の人は1回やりましたので名前聞いたことあると思うんですが忘れてしまってますよね。 三角形の六構成要素三辺と三角ですね3つの辺の長さと 3, 3つの角のうち少なくとも1辺を含む3要素が与えられると残りの要素を、えー、求めることができるというのが非常に特徴です3つ分かると残り3つが分かるということですねで例えば予言定理というのがありましてえっ、ー、とこれ b とか small c とか small a は昨日おとといありましたよう、ね、に辺の長さです辺の長さの関係だけで角度が推定でコーサインがの値が推定できますのでコーサインの値が分かると角度自身も分かるよということで、えー、求められますそれから2辺と挟まれる角が分かっているとこれ辺を求める余弦定理ということで a の長さは b の長さと a の長さの2乗は b の二乗足す bc の二乗 マイナスコーサイン A と間の挟む辺のコーサインだということが、えー、あの説明できるとそれから2辺と挟まれない角が分かっていると、えー、外接円の半径が分かるしもう一つの挟まない角が分かるということですこれが正弦定理ということであのサイン A 分の A イコールサイン B 分の B イコールサイン C 分の C イコール 2R これは外さてえっと繰り返しになりますけどこれをあの今日理解してほしいと言ってるわけじゃなくて特に中学高校で使うこの制限定理の証明に今日やった前半にやった内容が関わってるということをお感じいただいて数学の勉強っていうのは だだんだん積み上がってきてきるとで単に公式を暗記すればいいわけじゃなくてその公式の背景なんかを理解しておくとよろしいという話をしたいと思いますさてえっとこれが、えー、三角形ですねこれ三角形特に特徴がない三角形ですよ直角三角形でもなく、まあ、これ二等辺にも見えないこともないけど別に二等辺という意味でもないですでえっと 高校におけるその三角形の角と辺の表し方を確認しましょうかえ頂点を ABC という大文字英語の大文字で角点は一緒ですえそして頂点に対する対面する角のことを small a と表現するとで頂点 b に対する対面する辺を small b と表現する頂点 largec に対する対面する辺を small c と表現するということです さてその次にこの、まあ、私も最初から書いてしまってますけど、えー、外接円というのはどんな三四角形に対して外接円,外接円が書けるか、あ外接円というのはすべての頂点を通る、きれいに通って、この図形をすっぽりときれいに包み込むような円のことです。三角形に対しては必ず外接円が書けます。四角形は書け,けたり書けなかったりする差があります。さてそのの外接円の 外接円を描いていますね。外接円を描いています。外接円の中心が分かります。これ、中心 O ですね。オリジン、えー、中心 O です。で、そして、そうすると、中心からこの結んだやつが、あのー、直径になりますねで。直径ですので、外接円の半径を R とするというのが公式で使いますので、ラディウスの R ですけど、えー、半径を R とします。で、こっちも半径 R ですね。さて でこの中心を結んだやつをこうずっと伸ばしていってここまで円周上まで外接円の円周上まで延長しますそしてここを交わった点と C を結びます C を結びますでそうするとこれって何か気づきませんかこ,この角度これはこのこう BC に対するこう BC に対する円周角なんです で同じ項 BC に対する円周角ですからこれも実は角 A と同じなんです角 A と一緒になりますさてここで直角三角形が出ていることに注目してくださいタレスの定理からこれ,これが半円ですね半円の項に対する円周角は直角ということになります直角だからこれ直角ですね最初から直角、えーまあ、この この三角形自身元の三角形自身は直角は関係ないんだけどこういう形で取るとここに直角ができますさて直角ができると実はあのコーサインサインが定義できるわけですねもともとコーサインサインというのは直角を元に作ってますのでコーサインサインが定義できますさてどうでしょうかこれがえっとちょっとこれ向きを変えてみましょうか あとで YouTube とかでまた戻してみることもできるでしょうから角度を変えてみますとこう,こ,うこういうふうに見るとよろしいと思うんですがこ,この形でこの直角三角形の直角をこっち側に置いてみるとちょっと私がこれまで説明した向きと左右ひっくり返ってますけど直角三角形の斜辺と えー、こっちだということが分かると思います。えー、っと、斜辺とこっちということですね。で、そうすると、斜辺と、まあ、ちょっといつもと文字が逆になってますけど、コーサイン。斜辺分のこっち、横軸方向がコーサインです。で、斜辺分の縦軸方向がサインです。つまり、この角度に対して、サインです。で、これは実は、えー、っと、さっき言ったように、 実質 A と一緒ですので、えー、これ、えー、2R に対して sinA をかけるとこの smallA になるんですね。ということで制限定理というのは今の円周角の定理を説明して A イコール 2RsinA ということになります。で同様に実はこれをすべて記号のパターン同じですので smallB イコール2 r B C C イコール 2R それをまとめると、いわゆる高校の教科書に出てくる、えー、これ、えー、全部 2r イコールに直すんですね。で、2r イコール、まあ今書いてみましょうか、2r イコール a 分の sin、えー、2r イコール b 分のサイン、あ、sinb 分の b。 2 r イコールサイン c 分の c と。でここ全部 2r でイコールなんでつまりこの3つはイコールですね。ということで、a a、サイン a 分の a イコールサイン b 分の b イコールサイン c 分の c。制限定理っていうのはサインのことを制限というふうに日本語で訳すので制限定理って言ってます。 でこれ高校生向けに言うんですけど高校生になったらあのこの公式出てくるからまあ公式の背景に今日言ったような円周角の定理の証明があるということを知っておいていただくといいと思うんですが実際公式で使う時によく間違えるのは分子分母が逆転させちゃう人がいるんですねこれだからピラミッド型のイメージだということで分母がえ大きいイメージを持つとピラミッド型のイメージを持つといいと思いますサイン B、デンサイン C でイコール 2R ということです。 ということで、この教科書に出てくる制限定理というのは、教科書にも正面に載ってるはずですよ。で、先生に、あの高校の先生にもよるんですが、丁寧に説明してくれる人もいると思うんですが、丁寧に説明してくれない人もいると思うので、その時には、これをぜひ見返してみていただくと、特に中学3年生でこれから高校に行く皆さんは予習になると思いますので、えまあ、 確認してみてくださいということで、はい、えー、それでまあ再び、えー、宣伝になりますけど、えーっと、さらに詳しく知りたくなった人は、えー、円という本と三角形という本が、えー、Amazon で私の著作を買えますので、まあ、ぜひ、えー、見てみてくださいということです。でえーっと じゃあ最いあの今日はこ,こういう秋葉原でこれを買ってきまして一応固定ができるようになったんですねだから途中ちょっとこれを使わずに手ぶれしましたけど、まあ、固定しながら説明できるようになったあ昨日か昨日からやってますけどちょっとだんだんと上達してますので、えー、もう少しはつあの ままたたお付き合いいただければと思いますそれでは最後に顔見せですが、えっとまあ、こんな形で、えっと、月曜日からの休校に合わせてなんとか金曜日平日をやってきましたで、えーまあ、あの学校休業中に合わせた講座ということで一応学校が開かれてる平日はやろうということでやりますので次回は3月9日になります月曜日になりますで、えっとえー、そのテーマは、まあ、理科編に戻るんですが ちょっとこの土日で2日間考えて、えー、何をテーマにするか、まあ、2回連続ウイルスでやってきましたけれどウイルスと免疫ということでやってきましたが、まあ、その内容でいくのかちょっと他のことをするのかまた月曜日にまた実際に見てみてくださいあるいはできればホームページ上に載せます内容を載せますので。 えー、見ていいただければと思います、えーはい、それではあのーまあ、学校休業で、えー、初めあの2回目の土日ということになりますがあのぜひ、えーまあ、毎日が休みになっちゃってると思うんですが土日はまああの公式の休みですので、えーまあ、ゆっくりしてまた月曜日にお会いできればと思います。はいはい、と,ということで、はい、また。 しましょう